今回愛車をご紹介してくださるのは田上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田上さん、ね、いい車です ね、 ねこんな若いのにこんな車乗ってんだよ、ね、これ大好き、意外と、なんで、もともと父親がずっと乗ってて、それを自分も免許を取って、一緒に乗ったりしてる。お父さんがこれ乗ってたの。はい、これすげえ親父だね。これね、ジュネッタってイギリスの、そうそうそう、してね、ジュネッタ G4 です。はい、もうこれもう20年ぐらい前。そうですね、98年生なの。あ、そうそう、じゃあもう自分より年上なんですけど。そう、いいジュネッタね懐かしいですよね。うん、でこれはイギリスフォードのエンジン積んでると思うんですよ。うん、だちょうどこの頃ってモーガン、あー、はい、モーガンなんかも同じエンジン積んでる。可愛 い、 い、はい、ね、可愛 い、 いよね。ケンさん大好きなやつでしょ。大好きですよ、ね、もうイギリスの車大好きですから、ね、まず右ハンドルってのがいいですね。あ、いいね、いいね、で大きたが、こう多分これイギリスのコーチビルダーみたいなね、うん、ところで作ってると思うんですけども、ね、うん、はあ、あともうものすごく綺麗ですね。綺麗にしてる、綺麗にしてる。そうですね、ずっと大事に、うん、だって普通こういうとこさ、ひび割れするよ。ですよね、本当ですよね、バキバキになるしね、うん、いや、綺麗にしてる、これ綺麗に乗ってらっしゃいますね。ほんとすごい。これはシートはこんな感じだったんですか。もともとはこっちのシートだったんですけども、うん、カートのシートを、うん、親父がお手製でつけました。お手製うまい。お手製ってどういうこと。自分がもともとカートを乗ってて、うん、その時使ったシートを、ね、やっぱちょっと横のホールドが欲しいっていうので、なるほど、父親がカートの時つけてた穴をそのまんま使って、はい、合わせて。いいお父さんだ。いいお父さんだ。お父さんは何してんの。仕事は土木系の仕事なんですけど、うん、土木系でトレーンに乗る、はい、土木建築じゃないですか。ただ元々はスーパーカーブームの真っ只中の世代だったので、もうこういうのをずっと乗って、じゃずっと、はい、じゃあもう親子で、そうですね、ね、車の話ができるね、はい、いいな、いいね、ちょっと前開けていただけますか。あ、はい、かしこまりました。前の開け方があれですね、トライアークっぽいですね。あ、こういう感じでね。あ、へえ。ほら、フォード。そうなんですよ。本当だ、フォード。これ 1.6? 1.8? 1.8 ですね。いいですね、なんか大きさも。いい。1トンないですもんね。ないない、ね。そうですね。一応690キロ。690キロ。これ目立つでしょ。そうですね。もう、はい、結構。田村さん、どっちですか、お住まいは。茨城です。茨城。はい。これ茨城にはもうヒーローになるね、これ。これは目立つよ、茨城でこれ乗ってたら。これオレンジもいいな。これ後ろはトランクですか。うん、はい、トランクです。綺麗にしてるな。ちょっとこれ開けていただけますか。はい、これ全部 FRP ですよね。そうですね、FRP でございます。綺麗にしてるよね。いいね。なんかさ、可愛いね。キットカーっぽい感じもするんだけど、でも長く乗ってるとそれがまたね、うん、味になりますよね。可愛いトランク。はい。まあ、ですね、一泊二日でね、なんかね、旅立ち、そうですね、旅に行けるよね。うん、へ、いいじゃない。ということは、これがあるってことは、トノカバーがつくってことですね。一応つきます。うん、そうだよね。はい。つくのかな。このダクトはどこ行ってんの。みんな見るところがいろいろ。このダクトはどこ行ってんの。ダクトが…これ。このダクト、これ別に給排気じゃないもんね。そうですね。どれ、何なんだろうこれ。このダクトはこっちは来てないですよ。ヒーターじゃないの。あ、そうです。一応助手席にヒーターが、一応足に風が出るのがついてて、多分それかなと思います。はい、え、ヒーター、あ、ヒーターがここに来てんのか。そうですね、ここが、ここに来てんのか。一応、なるほど。ヒーターそう、ね、そうなんですよ。はぁ、あ、これを時代の車っていうのは強引なことだと、こっから出たやつがあるからね。あ、そう、うん、ちょっとエンジン音聞きたいね。あ、そうそう、ちょっとエンジン、はい、いいですね、かしこまりました。意外といい音するんだよね。そうですね、ウェーバー、よいしょ、
んかいいね。いいよね。こんなのさ、休みの日にさ、ちょっと早起きしてさ、ちょっと海まで行くのは最高ですよね。いや、めっちゃいいよ。ジレッタさ、いい音するね。25年乗ってるってどういうことよ。あとこれ弦だね。そう、割れてないですね。何これ。自分家がちょっと借家なんですけど、うん、あのずっと家を選ぶ第一条件がガレージのある家っていうので探して、これを保管するためにっていうので、はい、ちょっと点々としてます。こんなとこだったら普通剥がれちゃうし、ね、そうそうそう、普通は UR FRP だから錆びないしね。そうですね、いいね、いい音してるね。ほんとホイールもいいしね、かわいい。もうオリジナルのね。はい、かわいい。当時の1960年代をちょっとね、真似したっていうか。そうですね、うん、なんかちょっと渡辺のホイール、ちょっと渡辺入ったんですよね。はい、いやいいわ。いいですね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。親子でってのいいですね。いや、そうそうそう、親子でってのがいいよ。あとこれあとさ、20年も30年もね、乗り続けてほしいよね。そうですね、頑張って乗り続けたいなと思ってます、ね、ほら、ぜひぜひ。川上さん人柄がいいから、ね、優しいからね。これでデートするの？さすがにちょっとまだその勇気はないんですけど。これ絶対女の子に嫌われるよね。髪の毛乱れてさ、化粧落ちちゃうしさ、ね、今年のなんか夏なんか暑かったじゃない。これ無理だよね、熱中症になっちゃう、ね、夏は無理。これからの季節はいいよね。ですね、やっぱ春秋がね。そうですね、うん、はい、お仕事は今自分大学生しながらっていう形です。あ、大学生、はい、大学生。将来どういうお仕事？一応今レーシングドライバーをちょっとやってて、お、はい、ちょっとドライバーを職業として目指しております。レーシングドライバーここにいます。ここにやっぱりいます。あれ、どういうレーシングドライバーなんですか？今年ちょっと出れてないんですけども、うん、昨年まで FIF4 というカテゴリーでちょっとレースをさせていただいてました。うん、成績は？成績がちょっとあんま振るわなかったんですけど、うん、まあ、最高位がちょっと7位とか、うん、そのくらいで。その時はどの組まで出てるんですか？ F4 F4 って、まあ、ワンメイクで、うん、はい、F3 の下、うん、そうですね、F3、格好はもう F3 みたいな。じゃあ、そうそうそう、はい、でウィングついても、うん、7位じゃプロは遠いな。7位じゃ遠いってよ。そうですね。どうする？もうちょっと頑張ります。最高位が7位は遠い。はい、最高位やっぱり3位ぐらいまでですか？いや、もう常時表彰台に乗ってないとメーカーは見ない、うん、やっぱメーカーってトヨタ、日産、ホンダってやっぱ表彰台に乗ってるやつを年間通して見るから。そうか、どうする？ちょっともうちょっとこれで鍛えて頑張ります。そうね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。